こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。テーブルはですね、足はですね、あのスチールを溶接してちょっと作っていただいて、結構ラフな感じですね。その素地のスチールにクリアの塗装だけ塗っているような形になります。でその足にあの天板としてパイン材を乗っけて使っているような形になりますね。サイズが結構コンパクトで、ここに腰掛けてこう作業したりとかするには結構十分なサイズというような形になります。じゃあもうこれ本当に天板乗ってるだけというか、そうですね、特にあの固定してないので、こうずらせて天板だけ変えたりとか、こういろいろできるというような形ですね。川が見えるデスクっていうところで、なるべく大きくですね、あの印象的に川を見せたいっていう思いから、窓の周りってこう枠がついてて、あのもうちょっとこう厚みが出てくるんですけど、こう窓枠をなくしてですね、ミニマムにあのデザインしてます。であのカーテンレールとかも普通だったらこの下についてくるんですけど、埋め込みにしてあのレールだけこう見えるというような形のデザインにして、なるべく無駄なものを排除して川とこう向き合えるような場所にデザインしてます。確かに邪魔するものがこうないような印象というか、そうですね。ちなみにこの天板はこれももう備え付けというか、デザイン設計される時にも付けたものなんですか？そうですね、コストを結構抑えてラフな質感にしてるんですけど、さすがにこういうあの壁に使っているこうザラザラした構造合板だとデスクにならないので、ベニヤの上にですね、塩ビのシートをこう貼ってですね、表面を硬くして色もちょっとあの他の色にして差別化してちょっとデスクみたいな形にしております。じゃあどちらで購入されたものでしょうか？テーブルなんですけれども、これもパシフィックファニチャーサービスで購入しました。カーレースのピットクルーの作業台らしくてですね、耐荷重も400キロとか確かあって400キロ。丈夫なんですよ。すごいですね、はい。じゃあ本来はダイニングテーブルとしては販売されてないみたいな感じですか？ないと思います。そうなんだ、はい。これはこれも、ミンネとかそういう手作りしてる方のを購入しました。タイルのものがめったに見ないので可愛いと思って買いました。ありがとうございます。ワークスペース、はい、この、まあ、今 PC とかが置いてあると思うんですけど、この辺りは今普段どのような形で活用されてるんですか？基本的にその 100% ここで作業するっていうわけではないんですよ。っていうのはあの基本的にはこのテーブルで座ってメールな返信だなんだしてるんですけど、ずっと座ってるとその腰に悪かったり、あまりにもちょっと健康に悪いなと思ったんで、たまに立って作業する場所にしたかったんですね。なんでここであのパソコンで自分のデザインもしたりするし、メール返信したりするし、たまにここにカッターマットを持ってきてそのアイデアを工作したりとか、あとはここにメモがあるんでアイデアをメモしたりとか、なんかそういう幅広い本当に一つのデスクとしてここを活用してるって感じですね。出窓のじゃあ高さも絶妙だったというか。そうですね、まさにまさに僕の身長に対して出窓の高さがデスクとして使うのにちょうどいい高さで、この物件を選ぶ決め手になったのが本当にまさにこの出窓なんですよね。5畳っていうすんごい狭いスペースなんで、そこで仕事も暮らしも両立させようとすると、どうしてもこういう兼用できるスペースがないと仕事と暮らしを両立するのはちょっと無理かなと思ってたんで、そんなタイミングでこの出窓がある物件を見つけたんで、ある意味この出窓が部屋のアイデンティティっていう感じなのかもしれないです、はいはいはい。
これはどちらで購入されたものでしょうか。はい、確かグリーニッチさんっていう米子に本社があるインテリアメーカーさんなんですよね。多分家具メーカーっていうのかな。オリジナルで家具も作りつつ販売もしつつ、代官山にもショールームがあってでそこでも実物を見て決めて買ったやつです、はい、どんなところがポイントで購入されたんですか。足が可愛くて中目黒にあるグッドサンドコーヒーっていうカフェがあって、でそこがリモートワークなんでいろんなカフェで作業するんですけど、一番僕が居心地が良かったカフェで、でそこのカフェのテーブルがすごいなんかサイズ感もすごくちょうど良くて、で足かわいいなって思いながら、これどこに売ってんのやろと思って、それに似たやつを探しました。あ、そう、わかんないです、もしかしたら同じところで作ってる可能性はあるんですけど、はい、そこまではちょっとわかんないです。うん、はい、確かに言われてみればカフェテーブルというかちょっと近いですもんね。このカフェテーブルっていう名前で、はい、あ、そうなんだそうです。ダイニングとは言いながらカフェで作業するのが好きなんですよ。じゃあ作っちゃえとカフェの2人席で作業してる風の場所が欲しくて作りました。ここにメニュー表を置いてもいいぐらいのですよ確かに本当は置いたらそうなりますね、はい、あ、なんでたまによいしょ、ここにランプを置いてで作業したりとかはしてます。そうなんですね、はい、これはちょっとブランド名忘れたんですけど、 Amazon のネットショッピングの方で1万8000円ぐらいで購入した、一応食事食べるダイニングテーブルみたいなガラステーブルになってます。これ足めちゃくちゃかっこいいですね。そうですね、この足がかっこよくて購入したんですけど、まあ、ちょっとでかいですよねちょっとでかいですね。あとガラスすぐ指紋ついちゃうんで、ちょっとそこだけちょっと計算してなかったかなっていうふうには思ってはいるんですけど、最初家来た時このテーブルなくて、すごい食事食べるんですごい困ってたので、このテーブル来てからは食事も食べれますし、こう仕事もできて、こういうものを置けたりするので、その辺はすごい助かってますね。クオテーブルは楽天の方で1万4000円ぐらいの方で購入したガラスのテーブルになってますね。もともとも部屋がちょっと狭かったこともあったので、どちらかというとこう見える収納っていうところで、こうガラステーブルは必須だなと思ってて、その中でこういうネジの部分のデザイン性であったりとか、まあ、こういうところが自分の家に合うなと思って購入させていただきました。こちらはウニコさんで購入しまして、ソルクという名前のダイニングテーブルになります。これはどういったところがポイントで購入されたんですか。このダイニングのエリアに2人以上の食事ができる大きさということを考えた際に、円形のものがいいなというふうに思いまして、こちらで直径110センチのこちらのソルクのテーブルがちょうど大きさもすごいフィットするかなというふうに思って購入しました。これは下もちょっとしたこう収納というかあれなんですか、何か置いたりする。ラタン調の台が1枚ついておりまして、こちらあまり見えないんですけれども、うん、こちらがすごい可愛いなと思って、うん、こちらもポイントでしたね。確かにそうですね。これはネット上で探して、大阪のヴィンテージ家具の店で取り寄せしたです。うん、大阪から送ってきたんですけど、もともと結構友達呼んで飲んだりしてるので、丸いテーブルの方がもうちょっと座れる人数が調整しやすいかなと思って探してたんですけど、なかなか割と大きめの丸いテーブルが少なくって、ずっと探したらこれハーマンミーラーの80年代のものがあって、ちょっと変わった形でもあるので買ったんです。これもともとリンゴ箱です。あ、リンゴ箱なんだ。青森とかそのリンゴを収穫する時のリンゴを入れる箱で、まあ、ネットで買って、自分でキャスターつけてこういう天板をつけたりしていました。そっか、はい、なかなかいい感じのがなくて、まだ出会い待ってる状態ですけど、はいはい、とりあえずこれも前の家からずっと使ってるので持ってきた感じです。で、この中になんか、はい、行った展示とかステッカーとか入れてるって感じですか。そうです。そうです。結構いろんな展示とか美術館行くので、ポスターとか絵はがきももらうので、うん、結構収納する場所が困っちゃうんで、こういうところに入れてもいいかなっていう思っています。
すごい。これはどちらで購入されたか。これ IKEA で、あの、はい、バタフライテーブルで開くと結構広く取れるんで、まあ、作業場として使うときはちょっと広げて使ったりとかしてます。これ大体おいくらぐらいで購入したんですか。とね、多分 2万7千円ぐらいだと思うんですけど、なんかこの間見たら値上がりしてました。こちらが E&Y っていう、プロダクトの、ハンモックっていう形の机になります。二つ又光一さんという方がデザインされたものでして、もともとこの枝とか入ってなくて、このハンモックみたいなラタンのものが下に入るようになってるんですけど、うん、まあ、ここは何置いてもいいかなって感じで今一応枝物を置いてるんですけど、はい、はい、これがアイリングレーの E1027 とかなのサイドテーブルになります。ガラスでシルバーのフレームなんで、すごい邪魔にならないというか、多分どの家にも馴染みやすいようなデザインで素敵かなと思って、うん、テーブルはこれ今どういった感じで、これ使ってらっしゃるんですか。これもあのさっきの棚と全く同じタイミングで DIY したもので、なので素材が全く一緒なんですけど、実はこれあの棚に合わせて天板の厚さ選んだんで、ちょっとテーブルにしては薄いので若干揺れちゃうんです。まあ、それもご愛嬌ということで。足はクランプして使えるようなやつを楽天かなで買って、セットで1万5000円とかそれぐらいだった気がします。なのでまあこの天板に飽きたら上の板取り替えるだけで新しいテーブルになるので、そういう意味では次の家とかでも使えるかなっていう理由で買ってます、はいはい、これは何ですか。これは韓国のアルミテーブルで、これもメルカリで買ったんですけど、韓国ドラマとかにたまに出てくる、こうやってお盆としても使えるし、こっちに足がついてるので、こうやって全部立てて床にこう置いてローテーブルとして使ったり、なんかわかんないですけどキャンプとかピクニックとか、はい、はい、野外でもアルミなんで使えるかなと思って、結構便利で重宝してます。はい、結構お友達とか来た時とかにも使われたりとか。そうですね、大人数だとやっぱり椅子よりも地べたで座った方が座りやすいし喋りやすいので、うん、そういう時はこれを真ん中とかに置いて、お食事を置いてみんなで囲んで喋るとか、そういう感じで使ったりもしてます、うん、はい、ありがとうございます、はい、これはビームスであのコールマンとのコラボのアイテムになっていて、この椅子も机もどっちもキャンプで使うものなので、生地もしっかりしてて防火性だったり、うんうんうん、はい、多分外で使うものなんですけど、柄が可愛くて使ってます。これは何でしょうか。これが、まあ、シュプリームの、デッキを別売りで足買って、はい、まあ、サイドテーブルにしたものになってます。これはどれぐらいのご予算感で作れるというかあれなんですか。デッキ自体がやっぱり1万円ぐらいするんで、うんうん、一応それとこの足が確か5000円ぐらい、うんうんうん、ちょっとピンキリなのかもしれないですけど、僕が買ったやつは5000円ぐらいだったような気がします、うん、はい、はい、これはどちらで購入されたものですか。これはヘイで買ったもので、パリサードコーンテーブル、うんうん、このロナン L1 ブルレックはいはいはい、のデザインのやつなんですけど、もともとこのアウトドア用のテーブルで、多分素材とかもスチールとかでできててもすごい重たいんですけど、ただなんかこの天板がすごい薄かったりとか、まあ、この色味だったり、うん、その辺が気に入って、円形のテーブルが欲しかったので、うん、いろいろ探して、あんまり人が持ってないものがいいなと思って、うんうん、これにしました、はいはい、あとはこちら目の前にあるローテーブルか、こちらはハンドメイドで作ってる方が多いネットで購入しました。はい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 、なんかお互いちょっと癖があるテーブルが欲しいねって話しててこのジグザグが特徴ですごい可愛いなと思って一緒にね購入しました。じゃあ続いてダイニングテーブル紹介していただきたいなと思います、はいはい、じゃあ
こちらのテーブルから早速お尋ねしたいんですけど、はい、ダイニングテーブルはアルテックのアルトの黒の天板のやつにしました。うん、これ黒使ってる人結構珍しいですよね。そう思います。あんまり見たことない気がします。はい、友達が私の好きなものを知っていて、ミラさんはこれだと思うって言ってくれて、もう即決っていうかこれだってなってこれにしました。うん、大人数来ても結構6人ぐらい全然いけます。はいはいはい、わかりました。というわけで今回の狂気的ルームはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。